Kojiro. Oye, Kojiro. Masamune-sama. Taku, nani o hokete yagaru. Mao no ossan ni me ni mono miseyo tte kono toki ni yo. Ha. Moshiwaki arimasen. Hontou no ou ga dare nano ka o yo ni shirashimeru ii kikai da. Funuketa ikusa wa o kotowari da ze, Kojiro. Gyoi. Akumade onore o koji suru koto. Sore ga anata no miidashita kotae da to iu naraba. Ore wa. Suzuki! Mao. Masamune-sama no yukusue tomo narieru otoko. Sono honshitsu amasazu misadame sasete morau ze. Kikoeru. Susuri naki ga kikoeru. Sōda. Kanzuke no watashi mo mimi ni shita oto da. What dragon? Honmono no ga dochi ka yuu made mo ne daro. そんな蛇、飼いにも遠く及ばぬものぞ。迷ってやがるな、小次郎。まあ、俺のせいか。今日の無垢をかけかしとするも、行くたび貸しれず。小次郎様のやさが最高だぜ。まだまだ走れる。 一体、なんだ、一体、もはや、人のいるべく場所ではない。私が率いていた兵は、これから、このようにして崩れていった。さあ、あなたは果たして、どこまで耐え忍げる。お前らが本当の敵を、この戦いに、進化せねばならぬようになる。 かかれ柴田なんぞより俺の方が強いはずなんだ。悩ましきことあらば、ぜひこの老骨にご相談くだされ。乗り換わらんとする愚か者、また一人であるのか。矢が旅に加担とするは愚かの極みぞ。多少の犠牲な 帰りにも私、無論この私も含め、俺様もなく、なのおかしいぞ。いくら切ろうと、あの方の目に留まりはしない。つまんねえ。 俺様一抜けた。人は怪奇にはなれない。 運んでみせ。この杯がぬるむ前に急げ。まだ間に合う。間に合わせてみせ。さくのか。誰ぞ酒を持てい。かの月を時の魚とす。残る一つ。他の陣とは一味も二味も違うと心得よ。
俺は皆から愛されている。故に無敵。進撃の時が訪れたか。では行くぞ皆のスル。信長様がもし欲界へ赴くとおっしゃったら、粛清の手間も省く。日の本、織田の威風をいざ広めようぞ。軍神会にはことかかぬわ。この状況を打破する。タッグを剣ずれば、それがしろ。信長様は飢えておられる。俺様最強。敵はねえ。どうしてああも簡単に切り進めるんだ。こんなの俺様も混ぜろ混ぜろ。ほらほら、しゃべってねえでさっさと射程になりな。つまんねえ。俺様一抜けだ。先を得たいなら勝て。酷な話とは思うが。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。てめえからはろくな殺気を感じねえ。なぜ。そうだ、きっと私が出来損ないの塗り壁だからだろう。ここで切られることに抵抗がねえとでも言うつもりだ。これは信長様とあの男との物語。その名に私の存在だとつまらぬあだし事に過ぎない。随分とつまらねえことを言うじゃねえか。なんだ、まさか。ここは任せろ小次郎。竜王を示すいい機会だ。あんた名前はネイムレスってわけじゃねえんだろ。柴田勝浦、人にはかかれ柴田と呼ばれている。青く柴田勝家、あんたは今日から俺のもんだ。少し寝てね柴田勝家。目が覚めたなら新天地だ。政宗様、なんという戯れを。力に溺れ人の定めをもてあそぶ。あなたがそれをなさろうというのか政宗様。全てを制する者ぞ。人界、欲界、天の海より、そのはるか彼方まで。ハハハハ。魔王、てめえにとってあの柴田という男は何だ。これしくぐつ、その一言ずつ。絶望をまき道を失わせるか。何のこと。てめえはあの日の家老どもと同じだ。よう凡愚と見下すか。少子、魔
浅宗様の育成がてめえであるとは認めねえ。この命を賭してでもその道には進ませねえ。目玉ごときが武をわきまえぬか。浅宗様、たとえあなたの理想に反することになろうと、物の上にあるもの、それらを見下せし者ず、合わせ見取りに互いを打つ。俺らの光を焼き付けな。ま、こんなもんか。よし、引き上げるぜ、小次郎。どうした、いつにも増して険しい顔しやがって。いえ、全ては無事帰り着いた後に。梵字の空に刻まれしこの記憶、手放しはしねなるほど、帝に乗せられ魔王のおっさんに逆らいか。でどうする、立ち上がるために何をしたい。私はもし帝に目にもの見せてやりてえってんなら、オーケー、俺が付き合ってやるさ。血迷われたか、政宗様。ヒガの戦力差を返さぬあなたではないはずだ。だからこそ挑む意味があるだろ。黙って見送れ、小次郎。お前を連れてくつもりはねえ。政宗様、続け。ことここに至っては刃で問わねばなりますまい。たとえ不敬の徒とそしられようとも。上等、お前とのダンスから逃げたりはしねえぞ。始めに帰りましょう。なぜこの小十郎を伴わぬと。帝が相手だ。身元固めはどうしたって必要だろうが。帝に挑む、その意味を理解しておられるか。戯れに命を捨てるおつもりならば。遊びじゃねえ、挑戦さ。俺にも相手にとってもな。お前ならわかるだろう、小次郎。俺にはあいつがかつての俺自身に見えたんだ。かつての政宗様。かぎれてうなだれて光の一つも宿せねえ。そんな奴らを救うのが俺の掲げる竜王だ。それが新たなるあなたの決意か。あなたは断じて消えてなどいなかった。そりゃ当然だろう。こうして久しぶりにやり合えば一目瞭然ってやつだ。祝福しろ、小次郎。
帝すらしのぐ王の日常だ。うなずきましょう、政宗様。真の筆頭はあなたであると。ドラゴンロードは偽らねえ。オーケー、夢の時もこれまでよ。お強くなられましたな、政宗様。誰かさんのおかげでね。もう止めねえのか、小次郎。その必要もございますまい。今のあなたには宿っておられる死の覚悟を超えた生き抜く覚悟が。ああ、どこまでも生きる。生きて作り上げてやる。誰もが心置きなく光り宿せる世界よな、政宗様。それじゃあ小十郎、ちょいとキングになってくるぜ。ご分を。